私はもう何年か前からこのあれでお酒でいつも堺が吹いて栄えさせてくださいよって、はい、この地を栄えさせてくださいよ。泡盛に、うん、あのよくお仏壇とかにそうだあの酒の菊をつけてそれでやるときに何かお経を祈りするときはこれでやってる、はい、じゃああれは菊酒とお水なんですね。そうそうそう菊酒のつけたものでこれはあのそしてあの人というのはあの水道水はいろいろ薬品入ってますけど、はい、人間はあの小川から流れてる、はい、あの水というのは力が強いんです、はい、なんか井戸の水、うん、昔は井戸の水で全部祈りしてますけどだから水つなぎというのは井戸と井戸です、うん、うちにも井戸があるんです。大きいじゃないですかじゃああの大きいそのどこら辺ですか。あ、今は私は松川に住んでますけど、うん、松川のうちにも井戸があります。あそう、はい、じゃあ大家さんに出してで、うん、あの出せるようにしてもらいました。あそうじゃあ大きいあれですね。あの大きい峰もでも井戸と言うとネロメブラクは大きめでした。あっちとは違うか。あ大きめ塩屋なんです私の。あだから塩屋大きいですの。うんじゃみ祭りあるんですね。うんじゃみは、はい、祭りありますね、はい、あちらの回答の人はやはり生まれの多い人です。あそうなんですねだから縁がある人たちがみんなその絵で生かされますから、はいはい、ただ感謝して何か回って物じゃなくて心でやれば通じるというあれがありますから、はい、それで元気でやれば、そしてあの前に進むだけじゃない後ろにも引く、周囲もみんなが自然に邪魔されるときはあこの人はその誰かが守ろうというあの自然に生きながらですよ、うん、何かちょっと嫌なことあって止まるときもあるじゃないですか、はい、そのときは急いでるのと思ってもですね、うん、止めるとき何かあるときに止めますから人が、はいはい、周囲の人が、うん、そういう人が安全金安全だって身の安全があったりしますので、はい、止まってあじゃあ何ですかって聞いて、うん、まああっち遅れたらあごめんなさいね遅れてってそういうときにあなたを守るために誰かが止めてる可能性があります、はい、そういうときは止まって、うん、あじゃあ何ですかってゆっくりゆっくり行って、うん、また遅れた場合ごめんなさいねという形であればやるし、何か安全な時もあるから無理にはいかない、無理には通らない、はい、そういう形にすればみんな避けさせてくれますよ、いろいろ安全、はいはい、それがね昔の人上手だったんですよ、避けてって言わすの。沖縄はこれでしのいできてますから、だけど第二次大戦でそういうのもやられて、それからやった時に言われたのが血を清めなさいと、千葉は沖縄の千葉を清めなさいと言ってすぐ割れされて、私もそれからゆっくりゆっくりじゃあ井戸つなぎ、はい、水つなぎ兄弟でやりましたから、うん、そしたらつないでいったら生きてくるんですねみんな、うんうん、やっぱり掘り起こしになります、あの埋められて井戸も全部、はい、今もやって、そして首里城が最初日本の力で建てました、うんうん、今度は焼かれて、うん、まあ、でもあれだと思いますか言いませんけど、今度は皆さんの寄付の力で、はい、世界の心の力で今度立つんです、はい、そうですね、はい、それがありますから、うん、本物が立つと思います、うん、で本当なんか寄付金もまあお金ですけど、うん、なんかあんなに世界中から集まるってすごいなと思って、はい、だから私たちびっくりしました、沖縄の人逆にびっくりしましたよ、うん、だからそれが、うん、あ本当に沖縄にやってる子間違ってなかったんだと思いましたね、うん、私たちはそれがありますから、うんはい、ぜひね世界からね来ていただいて、特に空手の方も来ていただけるのはあすごいなと、そしてね来てくださる人たちがもう心きれいんですよ皆さん、うんうんうん、本物を持ってきてください ね、今沖縄がなくしそうなものを持ってきていらっしゃるから、うん、とても嬉しいんですよ。それはとても思います、本当にですよね、はい、沖縄にもなくなりそうなものが、うん、他県とか外国で習ってきた人たちが本物を持ってくるんです、うん、心を。それにとってみたらね、ありがたいな。そして私たちがやっぱ持ってる DNA がありますから、うん、蘇るんですよ、はい、沖縄のまたさらに、はい、沖縄の人たちがそういう子供たちが蘇るもんね。その教育してるのが旧成尾さんですから、うん、あの人たちですから、うん、将来のことを考えて本人もはまだできると思いますよ現役でも、うん、だけど子供を育てるというか将来のことがあるということで、はい、作本さんと一緒にやってますが、うん、私はもうあの応援してるんです、はい、そしてオリンピックで喜友名諒さんがあの国技館で正座してあれ正座してあの国技館の神様に挨拶した時にはね、あこれで沖縄のものは認められたと思って、うん、もうとっても嬉しかったんです、はい、で最後のあの閉会式の時国旗持ってましたでしょ、
沖縄んちゅう、うちなんちゅうがこの人持って歩いてる、それでこれも沖縄のあれが先頭になっていく、最後の締めをしてくれたって言ってもとってもありがたいなと思ったんですね。で心を思うのはそれなんです、はい、心を取っていく思いがある、うん、それを取ればやっぱり あんまり言わなくてもいいから、とにかく取って、まあ、ありがとうございます、それだけですよ、ね、そしてもうまたに大変なはずですけれどもこの中央公園ですね、光の道というのがありますでしょ、霊線というの、分かります、はいはい、霊線分かります、分かります、分かります、あちこちありますよね、はいはい、イニシャルもポイントポイントみんな、はいはいはい、大きな一つのポイントがありますね、おそれで昔の人というのはこういう方の霊線ポイントに大事なところは全部こういう立てて大事にして崇めて、はい、やっぱり内縄琉球というのはですね、はい、世界の礎である、平和の礎なんですね、はい、他のポイントもありますか、沖縄は、はい、流線ポイントいっぱいありますよ沖縄島自体がそうです、本島自体、そして離島もいっぱいありますし、最初だからまず言いますが、沖縄が世界の礎で平和の礎、はい、ヌチルル宝の、うん、アイサンさんの見て私言ってるんです、うん、和をもってすべてをなすは虫の心へ、チムのムチなしゃ竹のむとすぐくとまっすぐ、うん、義理の不習者中に、義理の不習者中に込めてみんなに接し、この言葉とても素敵、それ生きとし生きるものの共同共演で、不上がり上がり太陽上がり義理の体炎に干渉をし、上がりの太陽だ、今日一日よろしくお願いします、はい、って上がるんですね、そして義理の太陽の太陽が持っていきますか、ありがとうございます、今日一日ありがとうございます、上がりティーだ、はい、あー上がりのティーだですね、それをやって今日一日無事無事過ごさせていただきました、ありがとうございます、だけど何か不足がありましたらごめんなさい、だけど私はあなたを愛してますよ、神様を愛してますよ、御光、太陽神御光を持って、のご祝福を持って、また太陽神のご祝福を持って私たちを守ってください、そして太陽神のご祝福の光のもと、次の見直し聞きなし天神無我で神のお導きを皆様に与えてください、そして私たち間違うこともありますから、この時問い直し聞きなし見直ししながら参りますか、神のお手配を願います、毎日これで私は祈りを入れてるんですね、まあ、これも何かご縁ですかお話しますけどね、はい、私も、はい、せっかくいらっしゃって空手ですから、やっぱ船越先生のあれなんですよ、とっても、はい、空手の、はい、先生、沖縄のその琉球のあれを、はい、その和の国、はい、やっぱり空手っていうのは自分では身を守ります、人には手出さないですね、だから身を守るために刀を取り上げましたから沖縄は、そのためじゃあ身を守ったらどうしたらいいかと、輪を持って全ての輪を持って自分の身を守りながら相手も守る、家族を守るという形で空手が大事なんですね、だから人生もそうなんです、素敵な言葉ですね、はいはい、空手やってますか、いややってないんですけど、私それが好きでね、たまたま生まれてるんですか、入るもんですから、でも38年ぐらいになりますけど、生まれがこちらもいて、両親もやっぱりそれでこういう祈りをする人だったもんですから、それで兄弟も私も最後なんですよ、この祈り、本来であちこち回ってましたけど、やはり今からはもう光の世界に入るというか、ものじゃないんですよね、だからそうするためには、まずみんなが幸せになるんですよ、何か発信できる、沖縄からしか発信できないで、戦争でもう全部無になりましたから、それから一つずつ旧暦の1日と15日に、だから新月と満月に祈りをする、みんな家族は幸せありますように、二度と戦争がないように、戦いがないように、戦がないように、それで子どもたちの総理が恵まれますようにという形で祈り上げしてるんです、だから沖縄は太蔵会、太蔵会といっては今から生まれしもするし亡くしもするし、生死を生死生きるものもできる、生まれることもできる、死ぬこともできる、携わることができるわけなんです、
で日の本というのを本校会というのって物を壊したりって軽くするんですよ。で実際に人間の生命とか自然の中を生まれすの沖縄の昔からの海の流れなんです。あの無大陸の流れで沖縄にあれしました。これが大事だとある時には沈め、あの大陸のあれ水分のところが大事なところの沖縄のこの近海だけが残されたそのために沖縄だけが生まれしそしてその何かまで和合する。そして小さい島だけど世界からこれもですね沖縄に来るあの沖縄が世界の内南地というのがありますよね。それとしかやっぱりその戦わないであるんです。昔はあの大琉球でもあの東南アジアもあった時もあの沖縄にと和合でできたって話し合いとか検討しないと。だけど現地の人は刀持ってますが刀でやむすぐに刀じゃ今からダメなんですね。で戦とかあんなの戦は根を生むやつだ。人の根を根が根を語ってみんな人類が滅びる。愛を持って和合を持って話し合いやっぱお互いを共存を超える素敵な言葉です。素敵な話。私もそれを信じて親が言われてきましたからこれを願っていつも旧暦の1日15日に祈り上げしてそしてあの日本にはあの五十音というのがあります。五十音あれもあの言の葉と言いましてねあの言葉なんですよ。あの理的なあのそれもあのあおうえいなんですね本来は。だけど今普通の人はあいうえおで48音になってるんです、はい。天の歌とかいろんなあのノリとがあります。うーん、はい、それでカタカムナもありますしいろんなあの振動のノリともありますから、うん、それをやっていけばやっぱりみんなが平和でありますことが大事かと思います。だから去年から虎口でイヒアネオがやった時もあの出雲の国取りも終わりました。今で県戦争いくつかありましたけど、琉球は民友が来てあの制定したところもあるんですよ。あるけどあの第一消費とか第二消費その流れもあるんですよ。確かにだから民友の戦争も終わりました。今後はやっぱり馬出して立ってやるのは琉球から発信です。発信してあの日本に行って日本が世界の雛形というのを発信する。で雛形になって世界の発信です、はい、戦争ではダメなんです、うん、その元地が琉球なんです、うん、琉球でやっぱりみんなだから私が願っているのは首里城に行って、うん、みんながここ のありますから首里城の世界 の、うん、あの祈りを得て本当に心を持っているんですから愛の光をもらって世界に語ってられる。そういう教義とのやるのは愛を持ってやれば絶対平和になると思う。それがあるのいいんじゃないかなと思って。ギリシアもそうですしね、とてもいいあれですから。ありがとうございました。たまたまこれで、まさか今空手になるかなと思って、時期ではないけどなと思いながら、うん、お声がしたもんですから、私はやってみたんですけど。昔のチナリュウカンを送ったことあるけど、とてもいいことが多いんですよ。リュウカンもそうですし、流れゆる道に桜バナークティ、イルチラサーティル、スクディンチャル。そうやることがよく言ってらっしゃいますからね。ね、私たちよりもやはりまだこの奥が深いなんですよ。だから、空手は本当に真髄を分かっていることというのはやはりあれなんですね。あの急な量産もそれで、世界の発信する世界になったから、自分は子供たちを育てる、将来のことを育てる。何もだから、あの佐久本さんとかの、あの人たちにやって、あ、この人たちが表に出るからなんか、私たちも後ろからバックアップする人だなと思って、そしてみんながやって、あと、皆さんが空手やるとか、皆さん頑張ってくれてもあれだなと思って、世界広げて、輪を広げてるなと思ってるんですよ。ありがとう、ね。お名前は何ですか？私はあの野恵子と言いますけどね。野恵子さん。マキです。あ、そうです。はい、ミルちゃんです。ミルちゃん。そうですか。私もまあそうなんですけど、私の野恵子もあの兄がつけた珍しい名前らしくて、なかなかないんですけどね。9世
生は山内なんですよ。山内さん。今は読谷の方ですね。そう、読谷の山内さんで。それで、許可して戦争に加担したことになるもんで、やっぱ沖縄の人は辺野古をどうしても反対して、やっぱり自分たちの子供のこういう負の資産を残そうっていう宣言がある。やっぱりやっぱ企業は、なんでやる、どうせ辺野古は何十口番だか高いよ、それも許可してお金でもらえばいいさと思ってますけど、将来の子供たち思うんだったら、やっぱり戦争には賛成していける。瓦礫になりましたから、沖縄も5名に10名のうちの半分は亡くなりましたから、そのあれがありますから、二度と子どもたちに渡さなきゃいけない、その代わりもみんなが仲良く普通の生活でいいんですよ、大きくはじゃなく平和な生活ができればいいなということで、大きいことを望みませんけど、普通の生活が一番大事なんですよね。津波でもそうですけど、東北でも普通の生活があって初めて普通の生活がいかに大切かというのを分かったというふうに言ってますよね。で自分たちも、まあ、一番怖いのは沖縄はあの津波だけなんです、火山の中でも台風でも神様がやっぱりおじいって長私で祈りすれば、ご両親がやっぱり聞いてちょっと避けてきて、あごしばれと言って、虫がある数吐くぐらいのあれでしか台風来ませんから、そういう風に守られて。だからそういうふうに言ってくれて嬉しいですね。いや、もうこれも無縁ですから、また気をつけられて帰られてください。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。これももう何回かご縁でしょう。おなんかすごい素敵な一日になります。いや、もうそれでね、みんながね、もう沖縄に愛さん、愛さんさんの道ですよ。小さいあれですけどね、愛さんさんの歌わかります？ミサルヒョウリンのミサル、はいはい、ね、あの人の歌通りのおばちゃんもよく聞いてます。それで、そういう形のあれで、私はもう自分はそういう道を歩こうという形で、大きくないんですけど、大きく動いたらしょっちゅういろいろされるもんで、まあ、自分で心で家族を守り、周囲を守り、自分の周囲を輪を広げるという形で。素敵。ぜひね、ギリシャのあれでもみんながね、良くなれば、今コロナも何かもありますけど、みんながね、これをやっぱり、その何でも注射するもないですが、判断力ですよ、自分に、生きるも生きるもだけ生き抜きなさいと言われてるんです、はい、生き抜いたらやっぱり何かがある、そして立ち直る前に一歩へ進んでもいい、また下がってもいい、半歩下がってもいい、前に向いて一歩ずつ一歩ずつ、また下がってもいい、だけど人間は生きて頑張って、お互いが助け合えば必ずいつかは自分もそうしてます。家族もやっぱりやりながらもいろいろ来ますよ。だけど自分が間違ったら問い直しさせてください。自分も問い直しますから。だけどやっぱり前にみんな愛のためにやって、子どもたちがやってますから、お互いが健康で、子どもたちがね、でも草だけは避けさせてください。それだけですね。